英語学習の時間が始まりました。How are you, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？時事ニュースで英語学習。今回はイギリス BBC 最新1分ニュースを使いながら、英語力、英語を学びながら、同時に世界で何が起こっているのか、情報力もアップしていきたいと思います。まず、英語字幕ありでこのニュースを見ながら、アウトライン、概要を捉えていきましょう。次に、日本人が苦手と言われている英語を話すスピーキング力アップのために、ネイティブイギリス英語をしっかりと思い出しながら、原稿、音読をしながら、スピーキング力アップ。そして、難しい単語表現チェック。日本語と英語字幕を使いながら、世界でどんなことが起こっているのか、BBC は何を報じているのか、詳細内容を捉えていきたいと思います。3番目は仕上げということで、字幕なしで、ネイティブブリティッシュ英語早いですけれども、しっかりと聞き取って学習した単語表現、そして、内容を理解できるのかチェックしていきましょう。英研究家事チャンネル、英語学習、そして情報力アップにつながる動画上げていきますので、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは早速 BBC 最新プニュースを使いながら英語学習情報力上げていきましょう。 Let's get it started。 さあ、左側の BBC ニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、字幕は無視して左の BBC ニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それではしっかり集中しながら、まずはアウトラインを捉えていきましょう。 Let's try to understand the outline of this BBC 1 minute latest news with English subtitles. Let's try it. それでは字幕ありで BBC 集中してみて概要を捉えていきましょう。Welcome to BBC News. Let's turn to our main headlines here. Israel sends a delegation back to Qatar for ceasefire talks, despite branding Hamas's proposals unrealistic. Meanwhile, Benjamin Netanyahu approves plans for a military operation inside Rafah. An aid ship with 20 tons of food and medical supplies arrives off the coast of Gaza. A judge rules an attorney can continue prosecuting Donald Trump in the Georgia election interference case.And we'll show you the incredible images from this year's British Wildlife Photography Awards. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありで見てみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要を捉えることできましたでしょうか？では次は、この字幕を使いながら、しっかりと私たちも今のネイティブ英語を思い出しながら、英語を話して、難しい単語表現を中心に、日本語訳、英語訳を使いながら、しっかりと何が報じられているのか、何が世界で起こっているのかチェックしながら、英語力、情報力上げていきましょう。視聴者の方も声が出せる方は、一緒に英語を楽しく話してスピーキング力上げていきましょう。それではですね、最初の部分から英語声に出していきたいと思います。 Welcome to BBC News. Let's turn to our main headlines here. ということで、 BBC へようこそ。主な見出し、見ていきましょうということですね。ここはいいと思います。で、まず一つ目のニュース、中東のニュース、この部分しっかりと一緒に声に出しながら内容を見ていきましょう。 Israel sends a delegation back to Qatar for cease talks despite branding Hamas proposals unrealistic. Meanwhile, Benjamin Netanyahu approves plans for a military operation inside Rafah. An aid ship with 20 tons of food and medical supplies arrives off the coast of Gaza. 中東ガザのニュースですね。イスラエル、ハマスの提案は unrealistic、 非現実的であると決めつけているにもかかわらず、まあ、停戦交渉のために代表団をカタールに送ったということですね。もう一度送った。一方、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相、ラファ国内での軍事作戦計画を承認したということで、ニュースでも大きく報じられていますけども、このラファにはですね、150万人とも言われている一般市民が避難をしてきていると。そこに軍事作戦をすると本当に大量の方が亡くなってしまう。にもかかわらず、イスラエルは攻撃をしようとしているですね。そして20トンの食料と医療品を積んだ支援船がガザ沖に到着。ガザへ続く道、イスラエルがすべて封鎖して食料、医療品が入ってこないので、国際社会何とかしようということで、海からですね、
こういった形で食料や医療品を運ぼうと今している。まあ、その船が、ガザ沖に見えたということです。さあ、しっかりと日本から遠く離れた中東の話題ですけれども、私たちもしっかりと今何が起こっているのか認識をしておく、しておくっていうのは非常に大切だと思います。では、単語表現を見ていきましょう。デリゲーションというのは代表団ですね。このイスラエルとハマスの交渉、パレスチナとの交渉は大体中東のカタールなんかで行われています。シスファイアというのは停戦ですね。シスファイアトークス、停戦に向けた話し合い。despite というのは何々にも関わらずですね。そして、ブランディングですね。日本でもカタカナ英語でブランドってありますけれども、英語ではブランディング、ブランドというのは、決めつける、ブランディングするということですね。ハマスプロポーザーズ、unrealistic。unrealistic, 非現実的。まあ、ハマスがイスラエル側に提案している言葉、unrealistic, 非現実的とブランディング、決めつけているにもかかわらず、もう一度カタールで、話し合いをしようと。まあ、そういう方に、ことになっているんですね。そして、approve, 承認するですけれども、military operation inside Rafa、ガザ南部のラファで、軍事作戦を行うということを、イスラエルの首相のネタニヤフさんが approve。承認をしたということです。そして次ですね。Of the course of Gaza. Of the course of 何々の沖にということですね。まあ、ガザ、西側は海に囲まれていますけども、その Of the course of ですね。沖合にこの20トンの食べ物や医療品を積んだ船が、見えていると。Arise 見えてきているということですね。まず一つ目は、中東の問題。本当に終わりが見えないですけれども、イスラエル、ハマス、イスラエルとパレスチナですね。この関係、2024年の最も大きい世界のですね、懸念事項だと言っても過言ではないと思います。では次二つ目見ていきましょう。まずは、音読をしたいと思います。A judge rules an attorney can continue prosecuting Donald Trump in the Georgia election influence case. ということで、裁判官。弁護士がジョージア州選挙妨害事件でドナルド・トランプ氏の訴追を継続できるとの判断を下したということで、まあ、アメリカのニュースですね。今年11月、アメリカ大統領選ありますけれども、民主党の現バイデン大統領と共和党代表の元大統領のトランプさんの一騎打ち、になると思いますけれども、トランプさん、裁判沙汰をいくつも抱えている。まあ、それに関連したニュースですけれども、こういう内容でした。では単語表現見ていきましょう。judge というのは、judge というのは裁判官ですね。rules というのは判断をする。an attorney というのは、弁護士ですね。an attorney。lawyer とも言いますね。attorney。弁護士が can continue 続けれるよと。prosecuting というのは、prosecute というのは、まあ、訴追とかですね、起訴。という意味です。Prosecute。この Google 自動翻訳の音声入力による翻訳を押すと自分の発音が通じるかどうかチェックできます。例えばこれをクリックしてですね。Prosecute。Prosecute。起訴する、訴追するですね。Prosecute 覚えておきましょう。Prosecute。Prosecuting ここですね。Prosecuting。起訴する、訴追することを続けれるという判断をドナルド・トランプさんにした。In the Georgia election influence case ということで、4年前アメリカ大統領選挙ありましたけれども、その選挙結果をトランプさんは受け入れずにですね、不正があったんだということで、選挙を妨害したという罪に問われている。まあ、そんな人っていうと怒られそうですけど、そんな方がですね、今、まさにアメリカの大統領にもう一度返り咲こうとしているということで、これもですね、トランプ大統領がアメリカの大統領になると、世界がですね、変わると。まあ、もしトラ、もしもトランプが大統領になったらを略して、もしトラと言われていますけれども、まあ、一つ大きな2024年の注目だと思います。で、次。三つ目はほっこりニュースですね。音読しておきましょう。And we'll show you the incredible images from this year's British World Photography Awards ということで、そして最後に今年のイギリス野生生物写真賞の素晴らしい画像をお見せしますということで、このカエルちゃんですね。これが今年のイギリス野生動物賞の写真ということですね。これ3匹集まって一体何をしているのか、真ん中のメスをオスとオス同士で取り合っているのかというような想像が膨らみますけれども、この写真、賞を取ったということです。Incredible! 信じられないような、
ということですね。Incredible images 写真、信じられない写真お見せしますよ。どんな写真か。Hours ショーですね。Wildlife という野生ですから、 British Wildlife Photography Hours 英国野生動物写真賞を今年撮った。 Incredible image 信じられないような写真お見せしますということで、この Frog ですね、カエルの写真ということです。さあ、しっかりと英語字幕、日本語字幕を使いながら英単語表現チェックできたと思うので、次はですね、総仕上げということで、この字幕なしでもう一度ブリティッシュ英語聞いてみましょう。早いですけれども、しっかりと集中しながらアクティブリスニングでですね、学習した単語表現、そして世界で一体何が起こっているのか、 BBC はどんなことを報じているのか、情報力もしっかりとアップしていきたいと思います。それでは Let's try to understand every details of this BBC latest 1 minute news without English subtitles. Let's try to understand every details only listening British native English. Let's try it. さあ、それでは集中しながらネイティブ英語を聞いてみましょう。Welcome to BBC News. Let's turn to our main headlines here. Israel sends a delegation back to Qatar for ceasefire talks, despite branding Hamas's proposals unrealistic. Meanwhile, Benjamin moves plans for a military operation inside Rafah. An aid ship with 20 tons of food and medical supplies arrives off the coast of Gaza. A judge rules an attorney can continue prosecuting Donald Trump in the Georgia election interference case.And we'll show you the incredible images from this year's British Wildlife Photography Awards. さあ、いかがだったでしょうか。BBC 最新プニュースを使って英語力と情報力アップできたではないでしょうか。本当に中東問題ですね、終わりが見えないですけれども、これを BBC が、トップで扱っている、まあ、世界が注目している。まあ、日本のメディアも注目していますけれども、日本から中東離れていますけれども、しっかりとですね、いろんな情報ソースから一体何が起こっているのか、英語を学びながら情報力アップ、情報力というのは非常に大切と思いますので、非常にいい情報を得れたんではないでしょうか。そして、アメリカの大統領選挙ですね。そして最後はほっこりニュース、このカエルちゃんの写真がですね、今年のイギリス野生、写真賞受賞したということで、この3匹のカエル、何か楽しそうに感じるのは私だけでしょうか。真ん中はメスで、左右オス同士で取り合っているのか、もしかすると真ん中がオスで、左と右がメスでオスを取り合っているのか、ただじゃれ合っているのか、それは人類には分かりませんけれども、こういうニュースを使いながら私たちの英語力と情報力アップできたのではないでしょうか。こんな感じで英研究家事チャンネル、英語を学びながら情報力もアップできる、そんな動画をアップしていきますので、いいな、英語学習に使えるな、情報力もアップできるなと思った視聴者の皆さん、チャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabulary and expressions as well as very important and interesting news from this BBC latest 1 minute newsIf you think that my channel is good for you to improve your English skills and expand information knowledge, please subscribe my channel, AKQ Kaji Channel. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.